はい、こんにちは、本日もこれからポケモンの動画を配信させていただければと思います。ただいまハロウィンイベントということで、まずはあの前回、お願いしてた方から方の、あのボックスの方をご紹介させていただきましたが、順番がちょっと逆になって大変申し訳ございません。今回は私のあのボックス内を紹介させていただければと思います。ボックスを、まあ、トレーナーレベル40ということで、ご紹介させていただきますが、ボックスの中を見せてもいいのかとか、いろいろ賛否両論あるとは思いますが、まあね、ボックスを紹介することで皆さんの何かの役に立てればと思ってご紹介させていただければと思っております。まずは動画の方、闇闇の方たくさん捕まえております。金闇捕まえたいんでね、ちょっとここ2、3日少し動かさせていただいております。私ね、実際金恋もいないもんでね、早めにあの金の闇闇取れるかなと思ったらやっぱそうでもなさそうで、ここで確率の問題になるんだけども、もともと金恋が400分の1ということでとなれば、金闇くんも400体捕まえないと1匹出てこないのかなと、ちょっとその辺も不安ながらもとりあえずは捕まえております。今日ね、10キロ卵から闇闇くん生まれましたが、見事高校に紫色に輝く闇闇くんでした。金に縁がないのか、私はまだまだ金恋 金闇くんなかなかゲットできないようです。まあね、そこもあのポケモンの楽しいっていうところというか、はい、捕まらないから頑張ろうという気持ちにさせてくれますよね。はい、まずはポケモンのその私のボックスの方を紹介させていただきます。幸いにミュウツー92個体、個体値93、3895、こちらの方マックス強化させていただいております。バンギラスも98、98と2体いて、これもマックス強化させていただいております。まあ、CP マックス強化順に並べさせていただきました。こっちのね、海竜の方はほぼここらの海竜はミニ竜から育ててます。当初ね、やってる時はもうミニ竜の個体値いいの生まれないかなと思いながらこうやって育てております。まあ、6体いるということで、でカビゴンがね2体、カビゴンがまあ生まれないんですよ。本当高個体値が10キロ卵からなかなか生まれなくて、今はこう簡単にというわけでもないですけど、レートバトルで取れるんでね、いい個体値も生まれやすくなってますよね。はい、でまあサイドン、ギャラドスで、ハピナスも3体ほど育てさせていただいております。どうしてもね、ジムに置くと結構硬くてね、嫌がられますけども、まあそれ目当てでっていうわけでもないですけども、事務用で3体育てさせていただいております。でシャワーズですね、個体値73と68、はい、前回ご紹介させていただいた方にもありましたよね、シャワーズ68とか58。どうしてもね、昔強いポケモン、攻撃用のポケモン欲しくてね、シャワーズ強いんでね、マックス強化してます。まあいつも砂の方がカツカツで、大変な時期をこうポケ活してました。はい、事務戦なりなんなりで海流、あとここからはだんだんCP マックスにしてないポケモンたちですね。今レードバトルで怪力とかカビゴンとか取れるんでね、すごいラインナップが揃ってきてますよね。まあレベルの高い人じゃなくても、まだレベルが20代30代の人も楽しめるポケモンになってきたという意味で言えば、すごい本当いいポケモンポケ活、楽しいポケ活になってきてますよね。はい、ラプラス100、これもなんか取りに行った記憶ありますね。なんか懐かしいですね。まあ、ラプラスは対怪力戦、怪竜対怪竜戦でよく使えたんでね、今ちょっとあまり活躍の場はちょっと少ないですけど、
感じの私のあの可愛いポケモンたちのボックスになっております。まあそれぞれ低個体値が低個体値高個体値あると思いますけど、今あの飴玉2倍でなんでね、できる限りこのボックス内を整理しようと思ってます。飴玉に変えようと思ってます。で90以下は私は変えようと思ってます。できるだけ博士に送ろうと思ってます。この伝説系もルギアとかあのファイヤーとかこのポケモンたちもできる限りあの博士に送ろうと思ってます。いつもは1個しか飴玉もらえませんが今は 2個もらえるんでね。はい、でちょっと厄介なことに伝説系のポケモンはまとめて送れないんですよ。それなんでね、一個一個送るしか手法はないんで、早めに今の期間中に送っておくことをお勧めします。はい、それで今ちょっと名前順にこの順番変えました。ギャラです。ギャロップ100タイプですけどね、まあいつか使えるんですかね、どうなんでしょうかね。まあ90以上は残そうとはしてます。私のボックスもちょっとこう散らかってますが、ちょっとそろそろ整理できればいいなと思って、まあ整理する今がチャンスだと思いますので、皆さんもできる限り博士に飴を送って整理してっていう作業をしてもらえればと思います。先ほども言いましたが、伝説系はちょっと一個一個やらないといけないので早めにやっていただければ。で、はい、サニーゴちゃんです。はい、ここはもう完全なる自慢になりますが、このサニーゴちゃんタイで撮っております。何年ですか、2017年、何月だこれ、5月に行ってますね。はい、ポケモンのまあすごいところっていうのはこうやって撮った場所と日時が出るんですよね。振り返れるというか、ポケモンを通じてなんかこうどこで撮ったかとか、あの時これ撮ったなって振り返れるっていう感じですかね。すごい情報力ですよね。面白いですよね、ポケモンのこの情報力というか。はい、まあ、このスイ君も私送ろうと思ってます。いろいろな技持ってますけども、はい、博士に送ろうと思ってます。これ横浜で撮りました。横浜イベントの時にね、こうやって振り返れるっていうのもまたポケモンの醍醐味ですよね。はい、糸丸くん、じゃーん、オランダ17年の5月に行ってますね。はい、単なる自慢ですよね、こんなどうでもね。はい、すいません、大変申し訳ない。まあまあ今回こうやって道具箱をいろいろ見てると、すごい振り返れて、私自身あんな場所に行ったんだなって振り返ってます。はい、2016年12月にも行ってるんですよ。でカンボジア2017年1月に行ってますね。確かに行ってました。なんかこう振り返れて、すごいなんかポケモン、まあ、あの時ポケモン開いてやってたなって、実はまあまあ、でカイロスって結構海外に多いんですよね。海外で行くと一番先にカイロスに行ったり、スペイン2016年10月に行ってますね。決して一偽装ではないんでね、私ちゃんと行って開いて、ああカイロスだって撮ってますんでね。はい、まあ、こんな感じのボックスです。私のハピナスちゃんが帰ってきてしまった。可愛いハピナスちゃんが、ちょっとごめんなさい、ここちょっと減るなとか出たんで、ちょっと撮らせていただきます。まずはね、今回やることとしては博士にポケモン整理で博士に送る飴2倍でなんで、で伝説系とか今帽子かぶったピカチュウもまとめて送れないんで、一個一個伝説系とああいうふうな色違いとか、まあ、色違いは捨てるというか飴にすることはないと思いますけど、一個一個こうポンポンポンって博士に送るって作業しないといけないんで、できる限りこの期間中に送っておくことをお勧めします。私個人ではね、先ほども何回も繰り返すようですけども、90以上は残して90以下はできるだけ
雨にするように考えています。まあ、最後の方にまとめてやろうと思っている人もいると思いますけども、結構時間かかるんでね、馬の位置からこう個体値を見ながらこう博士に送る作業をしておけばいいと思います。はい、エルマちゃんゲット。はい、方法も捕まえさせていただきます。すいません、長々と。さあゲットなるか、1回でどうや、ちょっと雨2倍になるよ。はい、ありがとうございます。はい、続いてね、道具ボックスの方、はい、満タンの薬113、57、109ということで、元気のかけら。私もね、決して伝説レードやってないわけではないんですけどもね、昨日紹介した人は600回伝説レード、600回通常が300回近く、私は200と300回ぐらいかな。なんでこういう形になりますね。技マシンノーマル前回の人は180何本ありましたけど、私は42、33で、不思議の雨も421というのは、私も伝説系にこういろいろ寄せたり、どうしても道具箱を圧迫するんでね、寄せたりしてますけども、第三世代が来るとそっちの方にも上げたいなという、ちょっとそんな思いもあって、少し今不安定に421残しているような状態です。で、はい、第7回 EX レイドパス私も届きました。ありがとうございます。ありがてー、ありがてー。私秋田で活動しているので、ね、マックスバリュー、スポンサージムということで、行かせていただきます。まあボックス整理も私どっちかというと元気のかけらから捨てるようにしてます。圧迫されると、はい、こういった形のボックスになっております。図鑑ですね。一昔前図鑑埋めるまではやめねえとか、図鑑埋まったらまあやめようかななんて言ってたんですけども、未だに続けてるという、まあ、それだけ魅力のあるゲームですよね。なかなか時間を割いてやってるというか、すごいですよね。やっぱり面白いからやるんであって、こう貯めるっていうか、コツコツ貯めていく楽しさがすごいありますよね。影になっているのは地方限定なんで、はい、これは A から XYZ というんですか、ね、こう溜まるとこう埋まっていくという感じですかね。なんで図鑑を開いたかというと、やみやみです。どういうふうに今ここ2、3日ハロウィンイベントで127見つけて98捕まります。できるだけタップして捕まえてます。はい、400分の1だとすればまだまだ先ですが、気に病みに欲しいですよね。でもなんかこう怖く、なんかこうね、可愛いと思いますよね。思いませんかね、この小悪魔的な。私個人的にはジュベッタが好きなんですよ。皆さんもタップして、たまにタップして楽しんでください。セーフ、セーフ。このチャックが開くんですよ。チャックが開いてセーフって言って、可愛くないですか、ね、セーフ。このチャックは日本製ですかね。日本製だとすれば YKK ですかね。セーフ、結構お気に入りです。たまにいろいろタップしてみてください。はい、ヨマワル君、はい、ヨマワル君が進化して、マイオールじゃなくてなんだっけ、次出てきますね。これ何でしたっけ、第3世代で結構原作では強いポケモンなんですよね。このサマヨールっていうのは強くて使えるポケモンだっていう感じなんですけど、ね、今はこのポケモンの中ではそんな CP も高くなくて、前回言いましたが
マックスで1300いくらとかって。で第4世代もあるらしくて、第4世代進化あるらしくて、でも第4世代って言うともう再来年とかなんですかね。まあそれまで続けてコツコツと頑張っていきたいですよね。上のポケモン道を極めていきたいですよね。まあ全然まだ弱々40ですけども、本当やってる人たちはもうすごい、全てにおいてすごい40の人たちもたくさんいます。私はまだまだ弱40ということで、自分なりのスタンスで頑張らさせていただければと思っております。はい、耳に切る張ってる人多いですよね。私金庫へ捕まえてないんで、あえて金の帽子に、あ、これ金じゃないや、恋の帽子にさせていただいております。はい、前回の方のジムは筋ジムは27、28と増やしておりますが、私はバーン7個。まあまあ私なりには頑張ってる方だと思います。はい、頑張らさせていただいております。でジムバッジの方、あ、まあこっちの方からもEX7 回目のレイドの方見れます。タップしてどこでやるかっていうのをね、はい、見ることができます。7回目楽しみですね。10月27、12時からですね。はい、つきましてメダルですね。私の場合、まあ見ていただければ弱々なんで、ポケモンを38,708捕まえた、研究員5,325、研究員リーダー2,867玉を返しました。32,835ポケストップを打った、ジムで6,028バトルでした、ポケモンを1,167取りました。看板コントロール、まあまあやってる人もものすごくすごいです。ポケモンも私はさっき何だ3,300クラス捕まえた、まあその私なんか本当足元にも及ばない、なんちゃって40なんで、チャンピオン通常レード246で伝説レード298、昨日の方はね通常レード200、290、300近くの伝説レード600近くでしたよね。はい、私もまあやってないとは言わないですけども、まあ全然足元に及ばないような感じです。あ、そういえばあれです、前回ご紹介したトレーナーレベル39の方なんですが、今日40になりました。おめでとうございます。はい、ついに40、素晴らしいですよね。皆さん仲間うちの人たちはみんなおめでとうございます、おめでとうございますって、はい、言っておりますが、くれぐれもお体だけは。はい、でスーパーボックス、私どうしてもスーパー付加装置欲しいんでね、このスーパーボックスちょこちょこ買ってます。まあお得です、お得です。ハイパーボックスはやっぱりちょっと買いませんね。幸せの卵ちょっと今はいらないんで、どっちかというとスーパーボックスで付加装置を仕入れてるような感じです。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。ちょっと長くなってしまいましたが、いろいろと情報を織り込みながらこれからも配信させていただければと思います。皆様重ねてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。